名古屋賞は日本の俳優、声優、ナレーター、本名同じ、東京府東京市高島地区球団出身、身長170センチメートル、体重78キログラム、旧制球団中学校卒業、NHK 東京放送劇団、文学座、劇団雲を経て、1975年以降はフリー、1950年代から半世紀にわたり、 数多くの舞台、映画、ドラマ、ラジオに出演、ナレーターとしても活躍した。幼少期、生の、名古屋が珍しいものであったことや、父の使命が愉快のため旧友からからかわれていた。1949年に、旧生中学を卒業すると、東京放送劇団養成所に3期生として入所。同期には後に声優として活躍する、勝田久志、高橋和恵らがいた。 1952年には、ラジオドラマ、ボタモチに主演し、その年の芸術最小を獲得。ラジオドラマには、その他、一丁目一番地など。1959年に、文学座入団。1963年に劇団雲の創立に参加。1975年には、雲の解散により以後はフリーで活動し、知人会、小松座などの舞台にも出演した。 演劇人でもあった。1971年には、釘で第6回、木の国や演劇賞個人賞を、1983年に、雨で芸術祭演劇部門大賞を受賞している。ラジオドラマ時代は美声を生かして2枚目を担当し、数多の女性ファンを獲得した。映画では、癖のある敵役や悪役を演じ、テレビドラマでは、刑事役や、 大英テレビ制作の作品に常連出演するなど、名脇役ぶりで親しまれた。特撮では、帰ってきた、ウルトラマンのナレーターや、ウルトラマン太郎の朝日が雄太郎隊長役が代表作である。1991年から2003年まで、藤村有弘から引き継ぐ形で、ひょっこりひょうたん島の二代目ドンガバチョ役を務めた。 2003年6月24日午前8時35分、肺炎のため死去。72歳を打つ。同年3月には、脳腫瘍で手術を受けリハビリをしながらも、9月まで仕事のスケジュールが入っており、現役の俳優として迎えた死だった。亡くなる13日前に収録した NHK 教育テレビの番組、ピタゴラスイッチの百科おじさん役が絵作となった。 6月28日には、通夜が行われ、翌6月29日に告別式を行い、落合祭場にて、ダビンに付された。死去時の追悼番組として放送されたのは、ホテルの料理長を演じた、テレビドラマ、ホテルである。2006年発売の DVD 版、ウルトラマンタロウボリューム12の特典映像にも、現存するインタビュー映像が、追悼収録された。改名は正人院。 輝き誉れ賞三挙し、生前の趣味は、鉄道模型、絵画、ゴルフだった。また、プロ野球は、巨人ファンであった。名古屋の死後、持ち役を引き継いだ人物は、以下の通り。名古屋の死後、持ち役を引き継いだ人物は、以下の通り。洋画、海外ドラマ、海外アニメ。ありがとうございます。